いいタイミングね。ちょうど時間を持て余してたところなの。よかったらお話でもいかが？いい返事ね。それじゃあ少し時間をもらうわね。ねえ、あなたの話ってどうしてそんなに面白いの？意識してないんだ。そうなんだ。私は面白いと思うんだけどな。何？あなたって何気に面白い話をよく知ってるわよね。何気にだけどね。それは興味を惹かれるわね。私はそういうの好きよ。あなたの話ってどうしてそんなに面白いの？多分ね。いいタイミングね。ちょうど時間を持て余してたところなの。よかったらお話でもいかが？いい返事ね。それじゃあ少し時間をもらうわね。私は何？あなた、もう終わってるから。
そうね。いいわよ。大げさ。一緒に帰るだけでしょ？そう。ああ、私も行くわ。日が出てるうちに帰るのなんて久しぶりだな。うん、いろいろあって残ってることが多いの。あんまりないわね。ほとんど図書室にいるから。うん。そう？私は見慣れてるから。小さな頃、嫌なことがあったりするといつもここに来てたのよ。そうね。誕生日にアクセサリーをせがんだら、おもちゃみたいなのを渡されたとかね。私は安物でもいいから大人がつけてるようなものが欲しかったのよ。でも家で落ち込んだ顔を見せるわけにはいかないから。そういうこと。そうね。多分あの辺に沈んでるわよ。まがいもののくせにポチャンっていい音がしてたから。さあどうでしょう。ごめんね、楽しい話題じゃなくて。そう、それならいいけど。あったの？いいタイミングね。ちょうど時間を持て余してたところなの。よかったらお話でもいかが？いい返事ね。それじゃあ少し時間をもらうわね。私は、あなた、うん。
それ。何？ねえ。絶対嫌。残念でした。ちょうどじ、よかった。それじゃ。ねえ。え？私は。あなた、うん。絶対嫌。